九県は中華人民共和国安気象鉱山市に位置する県。鉱山の麓に位置する。かつて、気州府の府城が置かれ、気州文化が発達した。北岸鎮北岸村、風浪郷、帝、村鎮等村の廃慮軍神台に九県が設置され、海警軍、太陽軍、新安軍などに属した。随大に九十が設置され、九県に地所が置かれた。 九州は北宋の奇想の時代に紀州と解消され、現代には紀州路が、民進代には紀州府が設置された。隋から近代に至るまで、九県は紀州地区の政治、経済、文化の中心であった。1988年には九県の西部地区が鉱山市に編入され、紀州区となった。紀州では、書院や社学が林立し、 新四旧大社は六百人近くに上る。さらに文化面で活躍した人物も輩出し、著名な人物には、作家の蝶牛を、王道婚、商尉浮草、言語学者の大臣、画家の公認、公品二次、教育者の投稿地などがいる。また、文房四宝のみ旧スズリの産地である。さらに京劇はこの地方の喜劇が北京に伝わったものと、 言われている。他にも新安画派、新安医学を生み出し、暗記料理は中国八王な系の一つに数えられている。それら教育、文化の発達の背景には、南東、相互のより、貴州商人が商業活動で大きな地位を占めるようになり、民進時代には全国的に活動が広がったことがある。巨額の財を得た商人たちは、故郷の文教事業に投資したのである。 救検期待機、三用液、ありがとうございます。